もチャンネル変わらんど川本文明です。今日はですねこちら株式会社トイズキャビンさんから発売されているカニ戦車ガトリングガニコレクションをやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで今日はですね株式会社トイズキャビンさんから発売されているカニ戦車ガトリングガニコレクションをやってまいりました。いやもうこれはすごいですよ皆さん。あのフィギュアとか集めるとかねガチャガチャするにあたって結構いろんな人それぞれ違うじゃないですか好みが。例えば可愛いのがいいとかね、あとなんかこう身につけるものアクセサリーとかレトロなリアルな家具がいいとかいろんなジャンルがあるわけですよ、ね、ヒーローものとかキャラクターものがいいとか。その中で僕はですねやっぱりリアルな造形、あと生き物とか僕はもうそういうのが好きでねいろいろ紹介してるんですけれども、今回はですねそのねリアルな造形ね、そして生き物、これが全部混ざったという全部混ざったフィギュアでございます。このガチャガチャ500円なんですけども、まあそれにしては出来めちゃくちゃいいんじゃなかろうかと画像を見るだけでびっくりしたんですよ。これがもう皆さんぜひとも楽しんでほしいですよこれ。しかも大きさなんと95ミリでございます。大きい95ミリでございますんでね、ちょっと楽しみですよ。これカニ戦車ですよ。カニとね戦車の融合ですよ。カニなんてみんな好きじゃないですか。僕なんてカニ座だから余計好きですよ、ね、食べりゃ美味しいしフォルムはかっこいいし僕カニ座だし、ね、そしてそこで戦車です。男のロマン夢がね詰まった乗り物がですね合体したらどうなっちゃうんだって話です。でしかもガトリングガンですよ。カニとガトリングガン混ざってるってどういうことですか。ガトリングね、あの連射するやつですね、回ってガタタタタタタってあれですよ。カニ戦車ってもうめちゃくちゃ楽しみ。はい、というわけでね、あの気になるラインナップいきたいと思います。それでは行きましょう、ラインナップ。さあまずはこちら000アンバーレッド。あーこれいいな。もう見てくださいよ、この画像を見るだけでめちゃくちゃリアル。まあリアルしても本当にないんですけどもね、まあこの造形は楽しみです。はい、さあ続きましてこちら001バーンレッド。バーンレッドいいな。これバーンレッドって赤みがかってはいない感じに見えるけどどうなんですかねこれ。いやいいっすね、バーンレッド欲しいです。さあ続きましてこちら002ダークグリーン。あーいいな、かっこいいなダークグリーン。赤がまた映えるな。ちょっと赤っぽいのが入ってるとこがいいわ。ダークグリーン欲しいな。でも赤もいいな。まあこれほらこれちょうど緑と赤なんで赤と緑2種類欲しいです。はい、さあ続きましてこちら003アーミーグリーン。アーミーグリーンってどういうこと、なんだろう、ちょっとあの迷彩っぽく汚れてるとかそういうのかな。見る限りではそんな感じではないが、これもまたいいですね。いや欲しいな。いやどれでもいいかな、もうとりあえずリアルなんでねちょっと楽しみにしてます。はい、さあ全4種といきたいところですが、こちらシークレットございます。今回シークレットがございますが、画像はですねなんと見せられません。まあ、いつも見せちゃってるんですけど、今回はですねもう出たらそのまま紹介しますけれども、出なければまあちょっとヒント的な画像かなと、はい、思っておりますので、ぜひ楽しみにしてください。今回シークレットもございます。さあというわけで、全4種類プラスシークレットで5種類今回はですね2回だけやってまいりました。それでは行きましょう、まずは1本目。パカリ、うわ結構綺麗な印刷でかっこいい。こちらが全部ほらこのラインナップが載ってますよ。ラインナップはしっかりとカラーで
印刷で後ろ見て、これ後で紹介しますけど、このパーツ一覧、パーツ何個だこれ、すごいなこれね、全14パーツになっております。これ14パーツすごい。これ組み立て方もしっかり書いております。アンバーレッド見てこのリアル造形、色の付き方見て、これやばくないですかこれ、これ何、すごい。そしてここね、なんと爪稼働します。これほら爪稼働します。でね、これ足が全部ねボールジョイントくっついてるんで、足はねこの付け根から全部稼働するんです。ほらこうやって、こっちもね、このハサミ見てください、このハサミの稼働リアルでしょこれ。ガトリングガン、これ色の付きやばくないですかこれ、ほら後ろ見てこれ、汚しとかすごい、若干手にちょっと汚れつきますけどね。裏側見てこれ、ほらこのカニの、カニのね造形がめっちゃリアルなんですよ。すごい、この口のところからほらこうやってガトリングガンが出てるんですけどね。でここの玉のこの、こうなんていうのこれ、玉を入れるところからこの玉がこうザーって流れてるんです、ここにくっついてるんですけど、これがまたこのベルトみたいなのがリアルなんですよ。ほらこの玉のね、すごいな、この汚し見てほしい、これはいいわ。ここの後ろのねボールジョイントがちょっとシビアになってて入らないんですよね、これ。これ後でね接着剤つけますけどね、ここ、こっちはなんかフラフラなんですけどね、ほらこっちはついてるんですけど、これ接着剤ちゃんとつけて飾りたいと思います。いやいいですね、アンバーレッドカニ戦車めちゃくちゃリアル、これはよくできてるわ、これ紙造形だわ、すごいわ、色の付きとか汚しみめちゃくちゃリアル、これ飾っとくだけでめちゃくちゃいいもんね、ほら、うわこれいいわ。14パーツです、14パーツで構成されて、これ組み立てるのも若干楽しいです。ただちょっとボールジョイント固めなんでね、皆さんね、折っちゃわないようにして、ボールジョイント硬いところはね無理してつけないで、これちゃんと接着剤とかつけてね、どうせこうやってここをぐるぐる回して遊ぶってこともないんでね、ちゃんとこうしっかりつけて、飾ったりしたりしたらどうでしょうかね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ造形、紙造形。続きまして2本目、あーバカリーのアーミーグリーン、すごいこれ、良いな、これどうにか後ろのここもつきましたしね、ちょっとこっちやっぱりフラフラなんですけど、あとではめときますけども、いやこれ見てこの色かっこいい、アーミーグリーンめちゃくちゃかっこいいんですけど、見てこの造形、見てくださいこの汚しというか色のつき方、半端じゃないこれ、ほら、そしてもちろんこれはハサミ稼働ですよ。こんな感じで動きまーす。いや、造形がいいよ、これ。やでね、もうさっきも言ったけど、カニがね、カニが、めちゃくちゃリアルなんですよ。カニの造形がまず。これやばい。普通にカニとして売ってもよかったんじゃねえかっていうぐらい造形リアル。なんでこの色の付き、これコスパやばいな、これ500円って。付け根からほら、ほらこうやって普通に稼働するんですよ、これ、こうボールジョイントだから。で、こういうふうに付け根稼働するし。いや、これはいいな、これ。目赤いのかっこいいな。アーミーグリーン。これめちゃくちゃかっこいいっすね。ガトリングガンと、これ、カイカムリっていうカニらしいですよ。カイカムリとガトリングガンの融合でできたカニ戦車って。カイカムリっていうカニなんですよ、これ。普通にカイカムリのフィギュアあってもいいぐらい造形いいからね。ね、カイカムリって知ってます？皆さん、カイカムリ。背中にね、なんかね、サンゴのかけらとかね、ホヤ貝とか貝とかつけてね、ちょっとカモフラージュして、
歩いてるっていうね、カニなんですけどもね。それね、しかもこれカニ横に歩くんじゃないんですよ、このカイカムリって。前に歩くんです。前後でこう歩くって珍しいカニなんですよね。はい。そのカイカムリとガトリングガンの融合で、このめちゃくちゃフィギュア、リアルなフィギュアができたんですね。めちゃくちゃいい。これはめちゃくちゃいい。ほら。これぜひ皆さんね、迷ってる方、これ迷ってるんだったら絶対購入した方がいい。さあ、というわけで今回はですね、いや、すごいリアルでした。トイズキャビンさんのカニ戦車ガトリングガニコレクションやってまいりました。見てください、この造形めちゃくちゃリアルでしょ。ほら、やばいよね、これ。こっちもこれやばくないですか。これ500円めちゃくちゃコスパいいんでね、ぜひ皆さんやってみてください。さあ、というわけでこの動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。リアルー。